江川ダムは、福岡県浅倉市、一級河川、筑後川、水系小石原川に建設されたダムである。独立行政法人水資源機構、両地区平野用水総合事業所が管理するダムで、福岡都市圏や久留米市をはじめとする両地区平野の水道用水、農業用水の水源として建設された、高さ79.2メートルの重力式、コンクリートダム。 多目的ダムではあるが、治水目的を持たず、主務官庁に国土交通省は関わっていない。寺内ダムや筑後大関などとともに、福岡県福岡市や福岡、筑後、佐賀東部各地方の水亀として、重要な役割を担っている。ダムによって形成された人造湖は上秋月湖と命名され、2005年に当時の天岸市からの推薦により、 財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に選ばれている。江川ダムと寺内ダム、さらに合わせ所ダムを合わせて、筑後大関において、福岡洞水を介した福岡地方の旧市九町村への各種用水供給、筑後洞水を介した筑後地方の六市八町村への浄水道、工業用水、農業用水の供給、さらに、 佐賀東部道水を介して、佐賀県東部西17町村への上水道、工業用水、農業用水の水源の一つとしての役割を果たしている。福岡道水、筑後道水の供給割と両上、重要なダムである。さらに、福岡市水道局と浅倉市水道川本、ダム直下流からも直接取水しており、取水場、2018年現在取水量枠ベースでは、 福岡市が約9.3万竜米日、朝倉市が約7000竜米日となっている。福岡市をはじめとする福岡都市圏の地域は戦後急激に人口が増加、工業地域の拡充等で産業も発展し工業用水の需要も高まった。また、両区平の周辺は国層地帯でもあり技術革新に伴う農産物の 収穫増加に対応するための灌漑整備も急務となった。こうしたことから建設省、農林省、通商産業省、九州山口経済連合会と福岡県、佐賀県、大分県、熊本県は北部九州にわたる筑後川水系の治水及び水資源開発を図るために北部九州水資源開発協議会を設立し、筑後川水系の 水資源開発促進法指定を働きかけた。この結果1964年10月筑後川水系は水資源開発水系に指定され、水資源開発公団による筑後川水系水資源開発基本計画の策定となった。江川ダムは離水施設の第1号として1967年に計画された。江川ダムは1972年に完成した。 形式は、重力式、コンクリートダム、高さは79.2メートルで、治水機能を持たない、利水専用多目的ダムである。目的は、福岡都市圏、久留米市などへの浄水道供給、両地区平野用水の水源として、天城市と西山町の農業用水供給である。この後後段事業の寺内ダム、筑後大関、山口調整地や農林水産省、 九州農政局の合わせ所ダムが完成することで、両地区地域等への水供給が図られることになる。だが1978年の福岡大渇水で江川ダムが枯渇。これを受けて、さらなる水源整備が計画され、ダム上流の上秋月町栗り地内地点の小石原川に現在小石原川ダムが計画されている。ダムの形式は、中央土質社水壁型ロックフィルダム。 高さは129.0メートルと筑後川水系のダムの中では最大抵抗のダムとなる。上水道、工業用水の供給に加え洪水調節、不特定利水機能を持つ多目的ダムとして現在実施計画調査が進められている。なお、2006年5月に小石原川ダムは水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定され保障対策における 熱い対処や水源地域のインフラ、観光拠点整備等といった水没地域活性化対策を講じることが必要要件となった。上秋月小ダムのある上秋月は筑前の小京都と呼ばれ、江戸時代には秋月藩黒田市五万国の城下町であった秋月より北東に 3km の地点にある。小石原川ダムが計画されている栗川町は1876年。 不平氏族による明治新政府への武力放棄、秋月の乱首謀者である宮崎社のスケラナナ氏が自決した地でもあり、慰霊碑がある。歴史に彩られた町に建設された江川ダムの人造湖は、上秋月湖と命名され、2005年には寺内ダムの南湖と共に、天城市の推薦を受けてダム湖百選にも選ばれている。ありがとうございます。